始まりました。うなぎの夜食事情、うなぎひまわりです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、何をするのかというと、ずっと前にツイッターで結構なんだろう、大人気だった動画があって、でその動画っていうのが、キツネがシーツを雪だと間違えてすごいぴょこぴょこ飛ぶ動画みたいなのがそうあって、なんかそれめっちゃ可愛くて、まあ、でもぶっちゃけうちにもキツネがいて、とはいってもフェネックなんですけど、フェネックは砂漠の動物なんですよ。だから雪は見たことないんですけど、フェネックを雪の上じゃないやシーツの上に置いたらどうなるのかっていう動画を出したいと思います。ね、なんかあんなぴょこぴょこ跳ねてくれたらめっちゃ可愛いなって、ちょっと飛んでほしいなって思ってるんですけど、さあ一体どうなるのでしょうか。それではフェネックオンザベッド、いなり丸です。それでは早速いなり丸をベッドの上に投下してみたいと思います。どうだ、意気込みは。いなりキョロキョロしてる。いくよっ、いや、あ、クンクンしてる。クックしてんの？何クックしてんの？あれ？あれ？いつも端にも入るのに、今日は嫌なの？飛んでるのかこれは。おお、早い！フィジカル！フィジカル！フィジカル？フィジカルなの？すごーい！超走るやん！うわー！うわー！すごい！すごい。満足？うわー！飛びはしないけど走り回るっていうね。ちょっとぐるぐる回ってる。ぐるぐる回っております。うわー！うわー！うわー！ひなり、フィジカルの戦士だね。フィジカルの戦士！ひなり、あー、枕落ちたー！はい。というわけで、最強のフィジカルを見せる動画になりました。いや、やっぱすごいね。ほんと、ひなりは、足もめちゃくちゃ速いし、ゲージ、普段ゲージに入れてるんですよ。なんか誤食しちゃうらしくて、結構何でも食べちゃうんですけど、誤食しちゃって危ないので、基本はうながいない時とかは絶対ゲージに入れてるんですけど、もうゲージの中でめちゃくちゃ大暴れしてて、すごい尊いですね今日も。はい、というわけで今日の動画は以上となります。少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。なんか最近フェネックを買ってみたいと思って探してたら、ここにたどり着きましたみたいな方とかもいて、なんかフェネックでやってほしいこととか、こんなの教えてほしいみたいなことがあったら、ぜひコメント欄の方までよろしくお願いします。そしていなりに何をやらせるかみたいなの、うなも結構いろいろワクワクしてるんですけど、また動画に出したいと思うので、何かあったらコメント欄の方に書き込みよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。